で今ね、まあ、いくつかあるんですけど、そんなに大しこない訴訟で結構勝てそうな訴訟がいくつかあって、でこれ勝ったらまあ皆さんにも報告しますけど、僕実は一番しょぼい訴訟からやるんですよ。こうするとこれ一番しょぼい訴訟で勝ったらどうなると思います？それよりも上の訴訟全部勝てますよね、判例になるんでね、はい、事例になるんで。そしたらもう取り放題なんで、だからもう過去に僕のことをいろいろ書いてくれた、まあ、よくわからない記者の方々いると思うんですけど、全員訴訟して取りますんで待っててね。はい、200万から500万ぐらいは一つの記事に対して取れるっぽいので、ガンガン取りますんで、首を洗って銀行口座にお金いっぱい貯めて待っといてください。全部回収しに行きますんで、ちょっとしばらくお待ちください。はい、回収できない場合はね、腎臓か肝臓で払っていただきますんで。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。